今日はどんな動画撮ろうかなちょっとネタに困ったからコメント欄読んでみよう。お全身1万円で夏コーデを見たいです。確かにこれいいかもしれないな。最近はちょっとこうセレクトショップのオリジナル使ったコーデとかもやってるからもうちょっと予算を抑えたものも見たいのかなこの辺りの動画撮ったら喜んでくれる方いるかなということで皆さんこんにちは。スタイリストのしゅんです。今回の動画なんですが全身1万円で夏コーデ参戦というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、冒頭にもお伝えした通り結構夏時期って ネタに困るんですねもう夏物というのはちょっと前にですね入荷もしきってますし今店頭に並んでいる秋冬物を紹介するのも暑いのでちょっと気が乗らないなというところなんですね、まあ、その中で皆さんからのコメント欄を読んでいたら全身1万円コーデが見たいというところでリクエストを頂い,いたので今回はですね実際にお店に行ってこれ使えそうだなというものをですね買い集めてきましたのでそれらを使いながらですね全身1万円コーデを3つ組んでご紹介をしてみたいなと思っていますただですね だとか小物系ですねこの辺りを入れて全身で1万円はなかなか難しいのであくまでお洋服のトータルで1万円以内というところを目指してですね今回動画を作っていますさすがに冬とかだとですね着用点数が多くなってくるので全身1万円はかなり厳しいんですが夏であれば割とですね予算を抑えたコーディネートも作りやすいかなと思いますお金をかければある程度のおしゃれの選択肢は広がるわけなんですが限られた予算の中でも一定の見せ方はできますよというところのですね一つの証明になればなと 思っていますので良かったらですね最後までお楽しみいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしていますので良かったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いしますそれでは早速行ってみましょう はい、ということで、ここからですね、具体的にですね、全身1万円以内コーデを3つ作ってみましたので、皆さんにご紹介をしていきたいなと思っています。ということで、まず1つ目の着こなしなんですが、夏といったらですね、やっぱりこのような半袖シャツを使った大人っぽいきれいめコーデというのは、鉄板で使いやすいかなと思うんですね。ということで、今回早速こちらを使ってみたわけなんですが、今着てるものはですね、公園のですね、オープンカラーシャツになっています。 少しだけセール価格になってましてギリギリですね3000円を切るぐらいかなというところになっていたので今回購入をしましたちなみに僕は身長 164cm53kg と小柄な体型なんですが今回は M サイズを着ていますまあサイズのバランスで言うと大きすぎず小さすぎずで、まあ、一番使い勝手のいいサイズ感かなと思います袖丈はやや長めなんですが長すぎないですし身幅もちょっとゆったりしていますが、まあ、今っぽいような雰囲気で着ていただけるようなそんなシャツかなと思います、まあ、夏らしいですねブルーの清涼感 なおかつですねちょっと見づらくはあるんですが表面にちょっと凹凸感があるんですねエンボス加工をしてあるのでこの辺りの質感もですね単調に見えないのでなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います接触冷感機能がついていたりだとか、まあ、機能的な部分も含めて使い勝手もいいですし何より色がいいのでぜひ、まあ、皆さんですねこれ3000円で買えるのはかなりお得だと思うのでぜひチェックをしていただきたいなと思いますその内側にはですねヘインズのビーフィーティーですねこれを 着ています先日ですね白 T の比較をやったんですが、まあ、その際にですね重ね着をするベースの T シャツとしてはやっぱりヘインズの BPT が最強だなっていうのは改めて実感をしましたですので今回もそちらの T シャツを使ったんですがだい、ま、た、あ、い2500円前後で買うことができるのでこれもですね予算をグッと下げることができましたもちろんユニクロのですねもっと低価格の T シャツでもいいかなと思うんですが今回はですね T シャツは贅沢に2500円まで使わせていただきましたでボトムスに関しては ユニクロのでですすねねイージージパンツです、ね、これを使わせていただきました色はですねダークグレーですかねブラックほどは重たくなくてだけどもグレーの中でもシャープに見えるのでやぼったく見えないのがこのカラーですごく好きなんですね、まあ、ブラックのパンツでもいいんですがグッと引き締めすぎずにダークグレーぐらいでまとめてみましたシルエットは従来の感動パンツに比べるとちょっとゆとりがあるんですねですのでもも周りなんかの風の通り抜けもですね期待できますし暑苦しく見えないんですねこれぐらいがつ 使いいいい勝手がいいかなととうことで今回は上半身明るめでボトムスはちょっとこう落ち着いた色合いでまとめてみましたまあ足元に関しては今回1万円以内というところからは除外していますがちょっと軽快に見せるために綺麗めなですねグルカサンダルレザーのものを合わせていますまあこのような形でコーニーと組んでもらえば8月ですね軽快に涼しげに見えながらも大人っぽさはちゃんと抑えられるのかなと思います今は白 T の上にさらりと来ただけの状態で前も開けてるんですがこれ締めてあげてもだいぶ表情が噛んでこの辺りは 好みに応じじててですね変化をさせてあげるののもいいいいんじゃないのかなかと思いますこれで計算したんですがトータルでおよそ9500円ぐらいだったのでなんとか1万円未満でですねコーディネートを組むことができました、まあ、いつもだったらユニクロ全身コーデとかもやるわけなんですが今回は公園なんかもですねセール価格になってたりしたので取り入れてもですね予算を抑えることができたんですね公園以外にも今さまざまなショップがセール価格になってたりするので特に半袖のオープンカラーシャツとかはそういったものの中で買い揃えてみるのもいいんじゃないかなと思います のかなと思います夏を意識したちょっときれい色でなおかつ清涼感あふれるですねこのロイヤルブルーの半袖シャツはかなり使い勝手もいいかなと思うので是非皆さんですねこちらのコーデも一つの参考にしていただければなと思っています。 はい続いてですね2点目の着こなしを皆さんにご紹介したいなと思います今度はですねポロシャツをメインにしながら全身1万円でですね着こなしを作ってみました僕が今着てるのは最近買ったものなんですが無印良品のですねポロシャツなんですけども、まあ、生地はポリエステルで結構ですね透け感があるような形で風の通り抜けがすごくですね気持ちのいい1枚になってるんですねサイズ感はですねこちら M なんですけども最初からちょっとこうワイドめの仕上がりになってまして、まあ、今っぽい ポロシャツにななっているかなと思います毎度ですね、ポロシャツについては皆さんにお伝えしてるんですが、色濃い方がおじさんっぽく見えないので、僕はいいかなと思うんですが、最初からゴ分袖で、袖丈も長めになってますし、フィット感もゆとりがありますよね。身幅もですね、結構ゆとりがあって、このようなポロシャツであれば、大人世代にも結構使いやすいんじゃないのかなと思っています。価格がたい4000円ぐらいということで、トップスの価格をぐっと抑えることができました。で、首元なんですが、いつも白 T だとか、あとはボーダーのカットソーとかをですね、取り入れる ることがが多いいんんでででですすすす今回は内側イインンテティィねねねねののを着ててその上にです、ね、重ねているんです、ねまあ、最近はこのようなですね肌見せも少しずつ復活してきているのでこういった着こなしも悪くないんじゃないのかなと思いますでボトムスに関しては上半身ネイビーでですねちょっと重ためなのでいつも通りですねユニクロのリラックスアンクルジーンズですかねこれを合わせています、まあ、定価が4000円ぐらいなんですが今3000円ぐらいで売られているので上下でもですねだいたい7000円ぐらいで抑えることができました イズ感も少しゆとりがあってビタビタタににならななならいいいような白パンなのででこれ本当に使いやすいですネイビーとホワイトという組み合わせだとちょっとマリン調の雰囲気になってこの辺りの色合わせもすごくしやすいのでぜひ、まあ、皆さんもですねトライをしていただきたいなと思います、まあ、ネイビーとあとはブラックのパンツの組み合わせなんかも悪くはないかなと思うのでもうちょっとシャープにしたければですねそういった色合わせも悪くないんじゃないのかなと思っていますで足元に関してはですねこちらはビルケンシュトックのサンダルを合わせて少し軽快な感じを 出しながらもスウェードなのでそこまで軽くなりすぎないようにですね意識をしてみましたあとはいつも通りですねシンプルになりがちなところで腕元ですね時計だとかバングルだとかをつけてあとはちょっとした小物ですねメガネだとかカラーレンズ入ったですねサングラスをかけていただければまあ程よい味付けができるかなと思うのでこういった着こなしもいいんじゃないのかなと思っています、まあ、ポロシャツは今時期だとなかなか良いものが見つからないんですけども無印良品のごちゃのポロシャツは本当にですね使い勝手抜群にいいし今っぽいんですよね ユニクロだと結構タイトなポロシャツばっかりでなかなかこう今っぽく1枚で着るには難しいものが多かったりするんですがそういったところを無印らカバーしてくれるというのは結構僕の中では新鮮な感覚なんですがすごくこのです、ね、ポロシャツ使いやすくて、まあ、ネイビーもいいですしブラックの雰囲気もいいのでぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。 はい、続いてラスト3点目の全身1万円コーデなんですが、今度は潔くですね、オールブラックで組んでみました。半袖短パンなので、割と軽快なスタイルなんですが、まあ、色をですね、統一することで、ある程度シャープさを作ることができるかなと思っています。今着てるのはですね、トップスユニクロのですね、大名作ですね。エアリズムコットンオーバーサイズクルネック T シャツですね。カラーバリエーション豊富なんですが、意外と使いやすいなと思っているのがブラックなんですね。まあ、色がシャープで、なおかつですね、微光沢もあるので、 ので、ややや上品にに見えるとととこころももあっっててのの色がでですすすね結構大人世代にも意外と使いいいいんじゃないのかなか思っていますでサイズは M サイズで少しゆとりはあるんですけども、でかすぎないようなバランスにしています。もうちょっとトレンド感強く出したい場合は、ワンサイズ上げてもらってもいいんじゃないのかなと思うんですが、この T シャツすごく使えるかなと思います。で、ボトムスに関してもブラックを選んでるんですが、パラシュートカーゴパンツとショートですね、これが使い勝手良くて、僕自身この夏、ガンガン活用しています。同じブラックなんですけども、T シャツに 比べるとよりこうつや消し感のあるようなダークグレーのような色合いなので微妙にちょっと色が違って見えるところが重たくなりすぎなくて個人的にはいいのかなと思いますまあ、シルエットがですね割と太めなんですねももよりもだいぶ太めなのでこのコントラストで足がちょっと細く見えるというですね一つの効果もあってこれ個人的にも気に入っていますただのシンプルなショートパンツではなくてサイドに大きめのポケットがついてるんですがブラックなのでミリタリー感っていうところがそんなに強くなくて個人的にはこのバランスがすごく いいいなと感じていますこのような形で上下を組み立てて足元に関しても今回はブラックを合わせていますまあよく動画の中でもご紹介していますがホカのホパラ2というモデルですねサンダルなんだけどもスニーカーライクな感じでですねサイドはメッシュになっていて足の部分はバンドがついていて肌見えするんですが歩きやすいんですねグルカサンダルだとかそのあたりに比べても走れるぐらい快適なので結構休日にですね僕はホカのですねこういったサンダルを履いていますまあ全部足元まで でブラックにしていて、あとはですねキャップだとか、メガネですね先日動画もやりましたが、こういった小物で夏はですね、ちょっとしたアクセントを作ってもらうと、またですね退屈な着こなしから、少しですね盛ることができるんじゃないのかなと思いますまあ、大人のですね、カジュアルスタイルとして、かなりですね、カジュアル寄りではあるんですが、あえてオールブラックにすることで、安いなっていう感じを抑えたりだとか、大人っぽさを最低限抑えたりだとか、そういったところをですね、意識していただければ、こういったコーディネートも気軽に取り入れやすいかなと思うので全身 でですね今回は T シャツが2000円でボトムスが3000円ということでなんと5000円以内で収まったということですねまあちょっと小物の部分はですねあえて入れてないんですがまあこういった形で上下でですねかなりリーズナブルに揃えることができるのでよかったらぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思っています はいということでいかがでしたでしょうか今回の動画では全身1万円で夏コーデ参戦というテーマでお届けをさせていただきました実はですねキャッチーな企画ではあるんですが今までの動画の中でもあまりやってこなかったようなそんな内容だったかなと思います僕もですね1万円以内ということで色々と考えました工夫をしないとここまで予算を下げることができないんですが今では安くてですね優秀なお店だとかブランドも結構選択肢があるので意外とできるなという印象でした、まあ、皆さんの方で も楽ししんででいたたただけたとしたらですねぜひコメント欄で一言いただけると嬉しいです少しでもですね皆さんが喜んでいただけたらですねまた秋冬だとか1万円未満はちょっと難しいかなと思うんですがもうちょっとだけ予算を上げた中でこういった動画も作ってみたいなと思うのでよかったらですねコメントいただければなと思っていますまあ夏の着こなしというのはそこまでですねたくさんのバリエーションがあるわけではなくてトップスですね T シャツを着るのか半袖のシャツを着るのかあとはポロシャツを着るのかこのあたりが代表的かなと思うんですね、まあ、そういったものを今回 使いながら3つのコーディネートを作ってみました。あくまでこれらのコーディネートは一つの土台なので、まあ、これらをベースにですね、うまくアイテムをミックスしながら違ったコーデも作ることができるかなと思うので、ぜひですね、皆さんの夏のコーデの一つのですね、参考にしながら予算を抑えた着こなしをですね、存分に楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思っています。ただ普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド。 またちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて週に1本ですね週末にライブ配信を行っています皆さんから頂い,いたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので気になる方はですねこちらの動画の下のですね概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っていますまた普段なかなかですねゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンっていうのもやってるんですねこちらの方では動画ではなくて文章と写真ベース でおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日お届けをしています僕も記事を書いていますし僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれていますまた参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるのでおしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので気になる方はこちらもですね概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています以上ススタイリストののししでたまたま次回の動画もお楽しみに